皆さんこんにちは、フラワーアーティストショーです。今日はガーベラを使った可愛い花束を作っていきます。ガーベラはね、とってもポピュラーな花なので、結構どこの花屋さんにでも置いてあるんですけれども、この花束を作っていく上の注意点っていうのがあるんですね。なので今日はもうフラワーデザイナーさんでもフラワーアーティストさんでもね、お花屋さんでも、誰でもね、最後まで見逃さないでしっかりと見てください。ではね、早速作っていきましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。まずこうガーベラをね持ちます。そしたらガーベラに先ほど丸めたこのドラセナの葉っぱを下からね、このように添えるように持ちます。この時の注意点なんですけど、これ上からガーベラの花びらに力を入れるとガーベラの花びらがこう反ってしまうんで、下からねこうデリケートに扱ってください。ドラセナの葉っぱ入れます。ガーベラはちょっとこうグルーピングしながら使っていきますね。で、必ず下からホールドしますね。カーネーションのピンクを入れます。で、バーゼリアを入れますね。そしたらこのバーゼリアの葉っぱもね、こう入れていきます。下の方についてる葉っぱをこう刈いておいて使うんですね。で、ここでナデシコをね、入れていきます。こういうような感じになってますね。そしたら最後にこのナルコをこう下のところに入れていくんですけれども、ここでね注意点がありますね。こうガーベラのね、今ね茎がこの外側に来てる部分がありますよね。ここガーベラの茎ですね。これがこう外側に来てます。スパイラルの外側に来てますね。このまんま結束の紐とかをかけるとここ折れちゃうんですね。なので必ずここをこう葉っぱでホールドします。このようにホールドします。そういうホールドすることによって、この紐が結束する紐がこの葉っぱの上をこう通ってきますね。こうしないとガーベラ折れてしまいます。ここ注意点ですね。はい、こちらで完成です。では結束していきましょう。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらの花束はいかがだったでしょうか。結構可愛いでしょ。やっぱガーベラはね、めちゃくちゃ可愛いですよ。ただね、このガーベラが反っちゃうとこの可愛さもこう半減しちゃうんで、このガーベラがね反らないテクニックは必要です。なので動画の中でも言いましたけど、しっかりとテクニックを使ってください。ちょっとしたことなんでね、やっぱり実践するのとしないのとで見栄えが変わるんじゃね、やっぱりやった方がいいですよね。ぜひやってみてください。ではまた次回も可愛い、かっこいい花束、あれだけだとちょっと分かんないですけどね、
どんどん紹介していきたいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time。フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方は下のリンクよりお願いいたします。また、ツイッターのフォロー、またアメブロの方でもね、毎日こうブログを書いてますので、そちらもぜひチェックしてみてください。では、一人でも多くのチャンネル登録をお待ちしております。